エルスエーニョが会いたがってる。交渉がしたいのかもしれないし、殺そうとしてるのかも。どっちにしても油断しないで。カルテルの大規模な基地だ。注意しろ。誰もいないな。どういうことだ。気を抜くな。奇襲があるかもしれない。電話だ。 IED じゃない。なりすぎだ。探すぞ。あれだな。出てみてこい。絶対出ないぞ。しくしょう。ご機嫌養殖エルスエーニョだ。ようやく話ができて嬉しい。面と向かって話せると思ってたんだけどな。遅れるなんて言うなよ。言い訳をして申し訳ないが、我々の仕事には用心深さが求められる。だが嘘はついていない。君たちの周辺にはシカリオもユニダットもいない。話がしたいだけだ。場所を教えろ。話はそれからだ。私は流す必要のない血が流れるのを止めたいだけだ。私のビジネスにもボリビアにも悪影響を及ぼす。何十年も立ち直ろうともがいている国だ。また蹴落とすような真似はやめてくれ。国をおもちゃにしてやりたい放題やってる奴がよく言う。何か有意義な話はないの？そこに車を4台用意した。契約金だと思って受け取ってくれ。もう一度言ってくれ。聞き違いかもしれない。俺たちを雇いたいのか？世界でも有数の戦闘力を持つ要因だ。雇いたいに決まっている。君たちは日夜国のために命を懸けているのに報酬は微々たるものだ。その力を私のために、サンタブランカのために使ってくれるなら想像を絶する大金を約束しよう。悪いが丁重にお断りさせてもらう。俺たちがここに来たのはお前を消すためだ。お前がここにいないとしても死ぬのが少し先になったに過ぎない。だがそろそろお別れの準備をしておいた方がいいぞ。お前を見つけ出して消し炭にしてやる。そうか。それでは楽しみにしていよう。ボーマン、俺たちは無事だ。スエーニョから魅力的なオファーがあったけどな。儲け話受けたの？待遇がいまいちだったから殺すと言っておいた。まだ当分はあんたの世話になる。結構。またね。パック語りによると、反乱軍の一人がエルスエーニョの居場所を突き止めたかもしれないそうよ。直接行って情報を聞き出して。ここが合流地点だ。何かおかしい。行くぞ。クソ、反乱軍のリーダーアマルの死体だ。カルテルから助けてやったのにな。パックに電話してるが繋がらない。パックたちがカルテルと戦ったのか。それで逃げたのか。ここで争いがあったとは考えにくい。ボーマンに電話する。パックから連絡があったかもしれない。ボーマン、問題発生だ。パックと合流することになった。パックと？今どこなの？聞いてくれ。合流場所でアマルの死体を見つけた。そっちに連絡は行ってないか？パック語りなら私とプカラにいるわ。ボーマン、ボーマン、一体何が起きてるんだ？わからない。ボーマンのところへ急ぐぞ。 CIA 局員をこんな風に言うとは思わなかったが、奴らがボーマンに危害を加えたらこの国ごと燃やして報復してやる。ああ、同感だ。ボーマンはパックといると言ってた。その後電話が切れた。衛星に問題があったのかもしれない。パックが裏切ったのかもしれない。ウィーバー、フカラでボーマンがいた場所を特定できるか？了解。
ボーマン。パックカタリオ。どうした？裏切られた。おとりにされたの。何のおとりだ？スエーニョの。居所をつかんだのよ。ボビオに向かって合流する。ノマド、分かってるわよね。ああ、カタリも反乱軍も味方じゃなくなった。おい、敵がいるぞ。コンタクト、反乱軍だ。狙える。攻勢を開始する。フラググレネードだ。はい。何をしようとしてる？お前たちと同じことだ。祖国のために尽くしている。エルスエーニョはボリビアの地で死ぬ。国民に知らせねばならない。政府に知らせねばならない。他のカルテルにも知らせねばならない。反乱軍はアメリカの奴隷などではなく強いのだということをな。だからアマルを殺したのか。弱かったから。アマルは理想家だった。素晴らしい理想を持っていた。だが理想では人々を養えない。理想では軍隊は作れない。理想では腐敗した政府を倒せない。仲間を死なせる奴にも。みんな分かってくれている。たとえ今日死んでも明日には何千人にもなって帰ってくるとな。だが痛みが減るわけじゃない。この人生で学んだことといえば痛みを受け入れるということ。エルスエーニョにも直に学ばせてやる。さあ、同じ目に遭いたくなければボリビアを出るんだ。助けてくれてありがとう。またな。どうしよう。準備はいいか？応戦開始。
ブマシンガーを持ったターゲットがいる。撃て。よ。サブマシンガーを持ったやつを見つけた。敵を倒した。敵を発見。そこにスナイパーがいる。こっちに向かってる。警戒態勢が解けた。これでやりやすい。両手を上げろ、早く。構わんが、残念ながら今手が塞がっている。どこなの？顔を拝ませて。置くんだ。いいだろう。アディアス、セニョール・カタリ。撃たれたくないんだったら5秒以内に膝をついて手を頭の後ろで組んで。電話に出た方がいいぞ、ボーマン捜査官。はい。はい。はい。意味が分かりません。しかし、それはできません。ですから、それは。お願いします、私は。でも、はい、わかりました。クソ、クソ、クソ！ボーマ！くたばれ！腐ってる！どうしたんだ？ボーマ！全面面積を、こいつ取引して。誰だ？誰って、司法省よ。おい、待てよ、まさか。他のカルテルの首を4つ差し出した。ヘロインを密輸してるテロ集団も。ライバル組織か。お前、一体何をしたんだ？だから言っただろう。力があれば、他はついてくると。さて、申し訳ないが、セニョーラ・ボーマン。昨日までは敵だったかもしれないが、今日は私の運転手だ。上司のところに連れて行け。ごめんなさい。ボーマン、よせ。夢はおしまい。
これを見てるってことは、私がエルスエーニを処刑したってこと。みんな私がイカれたと思うわね。正気を失ったんだって。でもそれは違う。全て承知の上でやった。あのクソ野郎は私の友人を拷問して殺した。仲間の首をはねた。何千人も虐殺した。それが自由のみ？そんなこと私の目の黒いうちは許さない。リッキーに関する情報を握ったスエーニュに怖いものはなくなった。ここで問題よ。麻薬王に免責を与えるとどうなる？そう、独裁者になるわ。麻薬王は排除できるかもしれない。でも独裁者は？工作員4人じゃとても無理よ。私のキャリア、自由、命が南米の人々より価値があるわけじゃない。誰もが賛同してくれるわけじゃない。だから私はきっと殺人罪で連邦刑務所に入ることになって、この先45年か一生臭い飯を食べることになる。今頃 CIA が公式声明を出してることでしょう。問題の諜報員はすでに当局に雇用されておらず、上司の制止に反して行動した。彼女の行為は内外における諜報活動に重大な害をもたらしたってね。まあ彼らの言う通りよ。私だってそうするでしょう。恨みはしない。ただボリビアが心配。パック語りなしじゃ反乱軍は内紛で自滅する。ユニダットは新たな犯罪組織と手を組むでしょう。サンタブランカの残党が分裂して小さなカルテルが生まれる。ヌエバ・フロンテラ・カルテル、バリオ・ファミリー、エルスエイノの子供たち、コカをめぐって殺し合いを続けるのよ。時々思うの。あの葉っぱがもたらす最悪を神様が知っていたら想像したのかって。もしくはあえて想像したのか。もうわからない。私が答えることじゃないわ。だから最後に、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスの最後の言葉、この芝居がお気に召したのならどうか拍手喝采を。ボーマンアウト。